ビシュバールーパとしての姿を見せたビシュヌ。アルジュナがその肩あらにひざまずいているビシュバールーパは、インド神話に登場する神、ビシュヌの別名の一つである。ビシュバールーパの名前は、全知全能者、あらゆる形を持つ者、あらゆる形態を持つ者、普遍的なもの、普遍的な風貌を意味する。ビシュバは、形容詞の場合は、すべての、あらゆるを意味し、名詞の場合は、すべて、 宇宙を意味する。ルーパは、姿、形を意味する。同、ビシュバールーパは、女ジ,ジシマハーバーラタに含まれる物語、バガバットギーターにも登場している。王子アルジュナが、クルクシェートラでこれから始まる戦闘への不安に、囚われる。アルジュナの乗る戦車の御車を務めていたクリシュナが、アルジュナが果たすべき義務について語ってゆく。第11章に至ってバガバットはついに、 ビシュヌ人としての自身の本当の姿を明らかにする。それは、あまたの顔と目と口、腕と胴を備え、あまたの武具と装飾具を持ち、美しい花飾りと衣装と香料を身につけた、あまたの方向に、無限の姿を見せる、あらゆる形を持つものすなわちビシュバールーパであった。物語の語り手は、もしも千の太陽の光が、一時に天に発生するならば、そう、の光、は、 かの偉大な神の光に似ているだろうと描写している。アルジュナはビシュバールーパの体の中にブラフマをはじめとするあらゆる神々と聖戦と竜王、そしてあらゆる生物の姿も認めた。さらにアルジュナが知る人々も含めて世界中の人々がビシュバールーパの口に飛び込んで行き、そのアギトの間で砕かれ、あるいは豪華に焼かれていく姿も認めた。バガバッドは この神秘的な姿で、世は世界を滅亡せしめる、熟した時である。諸世界を修練するために、ここに出現したのである。と語り、敵を殺すことを恐れずに戦いに臨むよう、アルジュナに告げた。アルジュナは、彼の言葉を聞いて合唱し、彼を恐れ敬い、ぬかづいて、賛美の言葉を重ねた。アルジュナは、友人クリシュナに対する自身の言動を比例であったと、謝罪したが、 クリシュナは元の姿に戻ってアルジュナを励ました。交渉神とバシュトリの息子トリシラスもビシュバルーパという別名を持っていた。このビシュバルーパには三つの頭があり、インドラは彼の力を恐れるなどしてビシュバルーパを殺害した。ありがとうございます。